泉区の小学校に勤務していた講師が自分の評価が下がることを懸念し、いじめ実態調査の内容を改ざんしていた問題についてです。仙台市は、これまで講師を評価する明確な基準はなかったとし、今後、新たに策定する方針を示しましたこの問題は、泉区の小学校に勤務していた48歳の男性講師が先月、仙台市のいじめ実態把握調査で、 担任を受け持つ児童がいじめがあると答えたにもかかわらずないと書き換え懲戒免職処分を受けたものです男性講師は市教委の聞き取りに対し評価を下げないように書き換えたなどと話していてきょうの市議会では講師をどのような基準で評価しているのかという質問が出ました評価の観点や基準をあらかじめ示しておりませんでした 講師の任用期間中における校長面談を徹底するなど、速やかに改善策を講じてまいりたいと存じます仙台市の佐々木洋教育長は、講師を評価する明確な基準がなかったとし、今後、策定すると述べました仙台市教育委員会は、早ければ年明けにも新たな基準の運用を始めたい考えで、校長との面談の義務化や、執務態度の積極性、 責任感の有無など複数の項目を設け、最終的に教育委員会が評価するということです。